じゃん。これはいちご、いちごだね。硬い素材のいちごだよ。そしてもう一つ、ここにもいちごがあって、これは木でできているいちごだね。そしてもう一つ、これはいちごなんだけれども、とっても柔らかい素材でできている3種類のいちごがあったね。それじゃあこれはオレンジ、オレンジは硬い素材。そしてこれはこんな感じで潰れる柔らかい素材だね。あとは木の素材は、あったあった、これは木でできてるんだよ。そして今度はこれはリンゴだね。リンゴ、木でできているリンゴと、これはこうやって柔らかい素材のリンゴと、そしてこれは硬い素材のリンゴ。それからこれスイカだね。スイカ、柔らかい素材と、これは硬い素材だね。そしてこれはよいしょ、木の素材でできたスイカだよ。そしてこれは硬いぶどうと、そしてこれはにゃって曲がる柔らかいぶどう。そしてこれが木でできたぶどうだね。よし、それじゃあトントンしていってみようかな。これは硬いスイカ、こんな感じで切れるんだよ。そしてこれも硬いリンゴだね。これもさっと切れるよ。そしてこれも硬いね、硬いぶどうだよ。これもこんな感じでさっと切れたね。そしてこれも硬い素材のオレンジ、こんな感じ。そして硬い素材のいちごも切れたよ。よし、今度は柔らかい素材だとどんな感じで切れるのかな。よし、まずはリンゴから。すっごいさっと切れたね。そしてこれはスイカはすっと入ったよ。硬い素材よりかなり力を入れなくても切れちゃうな。これも同じだな。あんまり力がいらないみたいだよ。そしてこれはいちごだね。いちごはこうやって真ん中から切って、そしてヘタも取ってあげることができるよ。それからこれがオレンジだね。オレンジもすっと切れたよ。よし、今度は木の素材でいこうかな。木の素材、これはスイカだね。スイカはこんな感じでほとんど力を入れなくても、この真ん中のこの磁石でくっついてるだけだから、ちょっと間に隙間ができるとこんな感じで切れちゃうよ。そしてこのリンゴはどうかな。リンゴもこういう風に間にちょっと隙間ができるとパッと取れちゃうね。こういう風に磁石で作られている木の素材だと全然切れ味がこっちの方のプラスチックでできているものと全然違う。そしてブドウはこんな感じで一つ一つこうやって取っていくことができるんだよ。